ちをこっちに飛ばして、こっちを広いこと。いや、違うな。こっちはこっちで、こっちは違うな。こっちがこっちで、イノベーションを開始して、こいつをそばに送り込み、ルッカーを殺し、スピーカーズノートはどこにいるんだ。一旦こいつここに一旦移して、ここをちげえよ。これがこっちです。ちょっと待ってください。で、じゃあ、そろそろ始めます。はい、もうこんな感じで進めていこうかと思いました。自己紹介なんですが、こういう、アワードとかいう学校の組織で、雑誌書いてて、今回、ハズエルの解説記事をちょっと書いた、憶測だらけなんですけど、ハズエルの記事を書いてて、インテルの人にチャットビッチクリアで大体合ってるよみたいなコメントいただいたので、もう大体大筋合ってるらしい記事が、エリックがちょっと多少持ってきてるので、早い者勝ちでどうぞ。で、本編の話します。で、フリー BSD10 のタレントを見てみると、ビハイブとかいう俳優がよくわからんハイブアバイザーで、アームサポートも改善してるらしいと。あとバイバイ用周りとか、あとは SP フレンドリーポートフォーリーパイオーとかで、ラズベリーパイサポートっていうのがで、ラズベリーパイの扱いできるぞと、で、何なんだこれはと思って入れました。ダブジェットを開いて DD したら、普通に動くんです。 SSH 入ってデフォルトのパスワードルートで入れて、で、ユニックスって動いてるぞと。で、I を叩こうと思っても Linux のユーザーランド変わらなくて、全部ユーザーランドにアプリケーションていうか、もうドライバーあ叩けると。で、I2C コマンドがあって、ちゃんと動くと。でも面白くないから、じゃあブートローダーまで遊ぼうかと思っても、EDK2 とか、わしらからん、メイクじゃないし、メイクファイル以外読めないぞ、みたいになって、シュウ先生がやってくれるだろうと思ってた。で、面白くないんで、ちょっと、どうしたのか、原点に立ち返って考えてみました。デイレイヤーな、ノージャンル。なるほど。で、僕はもう、アーキテクチャとか、ブートローダーとかレイヤー高い話わからないぞなんて、ハズエルに言われてるので、ハズエルに止めておけばよかったんですけど、思い出せなかったので半導体特性の話を今日はします。まあ、本当のゴールはこの半導体の、熱によってこういうこうも特性変わってくるっていうことについて、ちょっとちゃんと深く理解してみようと思います。で、そもそも電気って何ですか。で、電気料金が上がるのは東電の陰謀、米国の陰謀みたいな使い方をします。あとポーランド人を何人使って電気が取り替えられるかとか言いますけど、今回は一番下の例ですね、センターの電気が0点だったみたいな使い方について話します。でも電子って何かっていうと、古くは原子が一番もうこれ以上分解できない物質って考えられてたんですけど、最近ここ210年、最近ではどうやら原子をもっと分解できて、電子とか電子核に分けられる、原子核をもっと分けられるって最近分かったんですよ。ここ200年くらい分かってるんですけど、
で、まあ、電子っていうのは素粒子だっていうことは今のところ、まあ、疑いようのない事実として受け入れられてるわけですね。で、質量があると、で電荷もあると、でスピンもあるということが分かっています。で、まあ、電荷はすごいゼロに近い負の値を持っています。でスピンは、まあ、あのプラマイマイナあの2分の1という感じで、まあ、1の倍倍じゃなくて2分の1の倍倍なんですね。でこれがすごい重要で、まあ、こういうスピンを持っているっていうのは、まあ、フェルミオンっていうものに分類されるんですけど、パウリ配達って言って、なんだろう、まあ、固有名詞ばっかり出すのでなんか嫌なんですけど、なんか同じ場所に似たような同じような状態でこう2つの物質が存在するっていうことは、まあ、スピンが2分の1の倍倍だとできないぞと、そういうような性質を持っています。で、まあ、これが結構後から聞いてくるんですけど、まあ、ちょっと電電荷について軽くおさらいします。まあ、書いてある通りですね。で、電電荷が2つこういうふうに、空間中に存在しますと。で空間中に電電荷があったら、この引き離れなり反発するなりっていう相互作用があります。で、くっついてない、離れてるのにもかかわらず力が伝わってるわけです。で、それってなんでなのかっていうことが長らく分かってます。で、遠隔で力を及ぼすならば、なんかそういう謎の方法があると。あ、ちなみにこの2っていうのは経験的に与えられてる数字で、だから2プラス何分の1あるない、もしくはそれ以下みたいな時があるんですけど、まあ、2でいいじゃん。で、まあ、結局、近代的な解釈だと、電波と電波が、てか電荷と電荷が仕事をし合ってるんじゃなくて、電波は空間中にも存在して、そこにある電荷と一緒にこう仕事をしてますと。で、もう電荷さんはもう他の電荷さんのこと知らない。電荷さんはその場のことしか知らない。で、その場のどういう風な電波かっていうことに対してだけ分かってて、こうやって力を出す。で、その空間中に存在する別の電荷が、この場がなんかこういう場を持ってるぞ。で、こういう場に対してはこういう仕事をするぞっていうことをすると、傍から見るとこの2つの電荷がさもお互いに仕事をしているように見えるというふうになってます。それで、まあ、電電荷が移動します。そうすると、まあ電波が、まあ、変わるわけです。自分自身が作り出していた電波っていうものがあるわけですけど、自分自身が動けば電波も一緒に進んでいます。で、まあ、これのなんか正しい理解を得ようと思うと、例えばローレンツ力となんか誘導起電力が本当は同じものであるっていうことを理解するには相対性電気の理解が必要なので、それは今日避けます。で、こうやってここに V かかってました。で、ここの長さが L ですってなると、ここに必要な電波 E が形成されています。で、そうすると、まあ、さっき言った通り電荷はもう自分の足元しか分かんないので、自分の足元の E の電波に従ってこう引っ張られていくことになります。で、質量があるので、有限の速度でこう、まあ、ずっと透過速度運動するはずなんですが、まあ、金属中 の電子っていうのは、ここに金属 のなんかこう原子核があると、でカツランとぶつかっていて痛いので減速するわけですね。で、まあ、マクロで見るとこう電子が原子核からぶつかってこう受ける反発と、電子が場から受けてこう引っ張られる力が釣り合って等速で運動しているようにマクロ的には見えます。で、ミクロで見るとそれは嘘やろと、で本当はどうなってるんじゃっていう話をします。で、原子の中の電子を見てみますと、それで中学生がおるんだけど、原子核の外側に T 核、L 核みたいな形でこう、なんだろう、まあ、こう軌道があるのが外側にこう広がって、でそれが実は S 軌道が2つで、 P 軌道が2つ2つ2つで、いや6つみたいな形で増えていくっていうのが分かります。で、まあ、ドブロイの直感的理解、まあ、厳密な数学とのが出くわしバンって殴られるとこが死ぬんですけど、まあ、なんか簡単な直感的理解だと、ここで飛び飛びの、まあ、ある一つの軌道の中で飛び飛びのエネルギー状態しか持てないのはなぜかっていうと、この周期がなんかあとちょっとでもずれるとこれがこう定常波にならないわけですね。それ帰ってきた時に同じ位相の同じエネルギー状態じゃないと定常波にはならない。だから飛び飛びの値しか持てない。波長がそもそも、エネルギーをそのまんま
なんだろう、エネルギーと波長はもはや同じようなものなので、こういうふうに、飛び飛びのエネルギーしか持てないと言えます。でこういうのを印刷して、今パシャッと取って印刷して巻いてみるといいんだけど、ちょうどきっちり綺麗な波になるようにするためには、飛び飛びの長さしか使えないぞということでもあります。でということで、ここら辺がもうなんかエネルギーゼロの状態で、ある軌道にはこう電子が取れる高さ、エネルギーっていうのはこれとかこれとかこれとか、こう飛び飛びの値しかなくて、ここら辺に電子ができない。それで、まあ、そういうことでここに入れないこういう部分はバンドジャップというふうに呼ばれています。で、それは、今言ったのは、例えば水素原子が1個ここにピンっていったときに、その水素原子の軌道にのある軌道にだけ見たときに、その電子が持てる、その軌道でのエネルギーの状態がこう飛び飛びだぞっていう出しなんですね。でここに水素原子がもう一人いました。でここの水素原子におる電子がもっとこうエネルギーを持ちたいぞみたいな話になったときに、あそこにある電子とここにある電子が同じエネルギーを持つ、まあ、場所がちょっと違うんで、まあ、持てる場所なんですけど、やっぱり近いの相互作用によって、まあ、この辺の近傍プラマイにこう別の取り得る、まあ、バンド構造がこう分裂してできる。でこれがまあ N 個を重なってくると、まあ、ここにあるみたいに、これパクってきたやつなんですけど、こうなんか2個、3個、4個、5個みたいな感じでバーッとなって、まあ、例えば1モル重なれば、まあ、こんな感じで、まあ、ほぼ連続的な帯構造、帯みたいな構造ができます。これはバンド構造、本当のバンド構造と呼びます。で、そろそろ飛ばさないといけないな。まあ、理想的な状態では電子は任意のポテンシャルといった、つまり引っ張られる電車がビューンって飛んでいく連続的なエネルギーを持ちたいわけなんですけど、まあ、実際には金属イオンがあって、取れるバンド構造によって取れる位置エネルギーが違うので、まあ、こう飛び飛びの値を取ったりとか、もしくは原子核がもう熱振動しているので、そいつに揺られてこうやって動いてしまうことによって抵抗が発生しているわけですね。でこれが本当の抵抗です。で抵抗についてようやく理解できました。で電子の得られるエネルギーっていうのが、何かっていう と,、まあ、ある温度に対して線形の関係で、まあ、ピューと線の相関があって電子が得られるエネルギーっていうのがあるわけなんですが、それとはもともと別に、その、さっき見たようなバンド構造に従って、下からこう埋まっていくわけですね。例えば絶対0度に冷やされた原子がポンって1個あります。で一つ二つとこう、まあ、埋めていくわけですね。でそうすると、なんだ、例えば5個電子持っているような原子があったときには1個2個3個4個って入れていくわけなんですが、そのエネルギーの順に全部合計しました。全部合計したときに、それはもうエネルギーすでに持ってるわけですね。1個入ってる時点でもうエネルギー持ってるわけですけど、まあ、そういうような電子とのエネルギー順位 の、エネルギーの合計と本来 の, その原子、例えば絶対0度に冷却されていればもうこいつはもうゼロなわけですよ。こいつがもういくら小さかろうがこいつゼロなので、こいつの方がでかいぞみたいな状態があって、これどういう風になってんねんみたいな話になると、まあ、それが、まあ、宿体って呼ばれる現象なんですが、まあ、ある程度電子エネルギーをもらおうがもう関係なく上の方の電子たちがもうごちちまうねっていうお話で、それで、フェルミ順位っていう概念が存在します。で電子の存在比率がもう 50% の順位をフェルミ順位って呼んでるらしいで、まあ、そこが例えば、まあ、禁止体だったりするってことはもうどうでもいいわけですね。そこがなんか電動層だったり過電体ではないといけないっていう決まりはありません。例えばここにこうバンド構造があって、ここに禁止体があって、まあ、バンド構造があります。で電子もここ全部充満してて、ここに電子がちょっと入ってます。でそうすると、まあ、ここら辺はもう電子がいる確率が 0% で、ここら辺が 100% まあ電子がいるじゃろうみたいな高さとすると、その真ん中あたりに 50% の位置があって、これがフェルミ順位っていう呼ばれる順位です。で例えばここに、まあ、今日は絶縁体のことは考えないんで、今日は半導体について考えます。で半導体の、まあ、この半導体は充満してます。ここにはまあ 100% 電子がいるんですけど、ここには電子がいないぞみたいな状態があります。絶対零度の時ですね。もう全部下にストーンって落っこちているので、ここにはもう一匹たりとも電子が残ってない。でそうすると間ぐらいに、まあ、50% のラインがあって、
これがフェルミ順位だと半導体に落ちるフェルミ順位をこの原子体の中に表してますね。で、まあ、今のが新生半導体のお話です。で、まあ、ここでちょっとあのもうみんな忘れてると思うので、周期表を思い出してみます。これ面白い周期表で僕好きなんでまた貼りましたけど、まあ、水平、リーベイ、僕の船と進んでいって、まあ、ここにまあジェイソンがいるわけですね。でこっち側にアルミ、こいつは金属で、こいつはまあジェイソンのジェイソンですね。でこれがリンで、まあ、これがまあこういうふうに、まあ、これがジルマニウムでみたいなこんな感じになってきます。で、そろそろ、実用的な、つまりコンピューターサイエンスの中で実用的な半導体の話をします。で、今まではもう長い前振りでこれからが重要なんですけど、シリコンのこういうなんか構造、まあ、ダイヤモンドと同じあの形の結晶構造があって、うんぜんうんまんとこう、まあ、バクとしてこう広がってるわけです。ここにポツンと一人だけアンチモンとかボロンとかがボンとドープされていました。でそうすると何が起こるかっていう と、こいつは、まあさっきの周期表で見るとこれ、どこに行った？そこの右上、ここや、ここなので、ここは14でここは15なので、1個電子が多いわけですね。別にあの負に帯電してるってわけじゃなくて、まあ、電子核も1個あの正に1個多いので、まあ、全体としてはあの電気的に中性なんですけど、少なくともこういう構造を、つまりここの2つの手でつながるこういう共有結合ですね、世界平和を目指して共有結合をするわけですけど、1個電子が余りますと。で、まあ、電子が1個余ってこいつがドナーとなって、だ臓器提供と同じでドナーとなって電子バンと提供します。でこういうふうに、キャリアが1個負の、電子は負の電荷を持ちますから、負の電荷を持つキャリアは1個バンと放出されているような半導体を、N 型半導体といって、でこいつはちょっと理解しにくいんですけど、まあ周期結合を基本的に持ってるんですけど、こいつは1個少ねえぞと、1個少ないので、まあ、あることにして一応周期結合を作っておいて、例えばなんだろうな、まあまあ、うまく成功しないわけですね。ちゃんとつながってるように見えないんだけど、まあ、ここバーンって一瞬借りてきてオーラできてるじゃんみたいな接続合わせをこう高速でこうすることによって、あそこに矛盾があるようには見えないんですけど、実際には穴があって、こういうふうにホール、まあ電子がない状態、風呂の中でヘをしたらヘがうわーって動くのと同じで、ヘは別に実体がないんですけど、外から見るとヘが衣装を持って上に上がっているのと同じように見えるのと一緒で、こういうふうにヘが一つ半導体の中に動いているものと。で、バンド構造でちょっともうそんな直感的なんじゃなくて、もっと正しく理解しようまずします。そうじゃないとこれからの話がちょっと詰むので、まあ、これがまあシリコンです。でこれがリンです。見た時に、まあ、ここまではこう電子が入っています。でここは原子体です。でここまで電子が上がったら隣のシリコンの、なんか軌道までボンボンと電子が動けるぞみたいな状態になります。つまり隣のシリコンの原子は、まあ、ちゃんとこの順位まではきっちり埋まっているので、こうアージルとか入れても困るわけですね。でもここで例えばポンとレイジされてエネルギーをもらって、まあ、光なり温度なり、まあ、何らかの方法で電子が一ポンって飛び出して、こいつが、なんかフラフラーとこっち側の同じ順位の方に動けば、まあ、電子が動いたのが、まあ、うまく動けたと。つまりあの 電気が伝導したぞっていう状態になるわけなんですけど、ここにあのこうバクとしたこう広がったあのそういう空間の他に、リンがこういうバンド構造をペッと持っていますね。そんな時にこうくっついてみると、ここがリンの持っている電子の領域です。電子がリンの電子はここの順位を持っているわけですね。でここに電子があるぞと、まあ、リンが持っている電子はここにあるぞと。でここすごい近いわけですよ。ここからポーンって飛ぶにはめちゃくちゃこうなんか熱はめちゃくちゃ加えないといけないし、電圧も結構加えないといけない。でも、ここはちょっとした電流でポンって飛び出せる。そういうわけで、リンが提供するっていうのはこのようにすごいギャップが短いぞっていうところで、に電子をポンって置いておくことで簡単にドナーとして提供できるようにしておくぞと、そういうような、ことをしています。で、P 型の同様に、例えばボロンの、電動層、つまりここにボロンはここに電子持ってないんだけど、ボロンの軌道にここに電子乗るぞと、ここは別にボロンは受け入れられるぞと、そういう順位です。
で、そうするとシリコンが、この範囲までは電子持ってるのですごい小さなジャンプでボロンの軌道まで飛ばせます。そういうわけで、簡単に、小さな電圧をもらった時で電子がこう動けるようになるぞと、そういう状態が、本当の P 型半導体 の、 こうあの動作になっています。でこういうことですね。で、まあ、ダイオードどうなってるか、まあ、これでようやく実用的な素子が出現したわけです。今まで P 型半導体なんか見たことない人がこの会社にいっぱいいると思うんですけど、ダイオードならまあみんな見たことがあるだろうと思うわけですね。まあ、ルーターにチカチカしてる LED もまあダイオードの一種なので、まあ、彼もそういう感じでまあ頑張って生きてるわけです。で、P 型半導体はさっき言ったみたいに風呂の中のヘみたいなもので、こうこっち側に電流がペーって進んでいる間は、こいつ正の電荷を持ちますから、こうペーっとその電流と同じ方向に進むわけです。で、こっち側にこう電流が行くぞという時には、こいつ負の電荷を持ちますから、それとは逆にアマチュア弱な方向に進んでいきますと。でこれはただのない状態で、これはある状態ですね。つまり、この順位でこう電子がプーッと通ってると、プーッと通ってるのが N 型半導体で、こっち側が P 型半導体がこういう風な状態、つまりこういう低い順位でこう、はい、こういう状態でこう電子が動いて、電子が動いてるぞと、そういう状態。つまり電子がブーッとやってきて、ここなのにストーンって落っこちるわけですね。数ボルトの差で、まあ、さっきのここら辺の順位の差でストンと落っこちたときにエネルギーを放出するぞと、まあ、それがこう光となって消えていくときは LED だし、そうじゃなくて悲しく消えていく場合は普通のダイオードだし、まあ、いずれにせよこういうふうに一方方向にしか通せないっていうのは、ここからベリッと剥がして穴と電子を無理くり作り出すっていうのは、まあ、高い電圧が必要なので、まあ、それできない。普通の動作電圧ではできないだけれども、こうやってピーッとやってきてストンと落っこちるのは容易にできるので、そういう方向の電流が通す、かと一方には電流が通せるっていうのが、まあ、ダイオードの動作原理です。で、まあ、もう一度再掲します。で、今日の本当のゴールっていうのは何かっていうと、こういうふうな温度特性が何か、なんでこういうふうには出現するかっていうことの理解でした。で、まあ、セーフィティって何かって話ですね。で、普通のトランジスタとバイポーラトランジスタと違って、電圧入力で電流増幅します。で、つまりさっきの図を見ると、こっちが電圧なんですね。ゲートとソースっていう別の端子の間の電位差が ここにプロットされています。例えばなんか25度の時に6ボルトの電位差があると、こいつは、ドリーンとソースの間に6ボルトだから、まあ、2.5 アンペアくらいの電流は通すことができる。つまりこっちはボルトでこっちがアンペアなので、電圧から電流へ増幅している素子ということができるでしょう。で、まあ、モスの、まあ、メタルオキサイドシリコンなので、まあ、酸化金属と、まあ、シリコンがあるっていうのが、まあ、材料名についてるから、まあ、それはまあ疑いようがないだろうと。で、IC の中で実用して、まあまあ、めちゃくちゃいっぱい使われています。で、まあ、どういうことをしてるか軽くざっとおさらいします。 P 型半導体バーンとあります。これは土台ですね。まあ、なんかキラキラーとしてる鏡みたいなやつなんですけど、卑弥呼の持ってた銅鐸みたいな P 型半導体に、マスクをこうかぶせるわけですね。で、そこに穴が開いていて、でそこに無理くりバンとこうなんかアンチモンとか大量にバーッと注入します。で、そうすると、まあ、こう N 型半導体が、まあ、生成されていますと。で、ここは、まあ、メタルオキサイドですね。まあメタルオキサイドっていうか、まあ、酸化ケイ素だったりするんでメタルオキサイドじゃねえだろうみたいな感じはしますけど、まあとりあえず不動体です。で、ここになんかこう高い電圧をかけていくと、まあ不動体なのでここに電流が流れるってことはなくて、ただこいつがなんだろう、こうこっちがプラスが偏ってこっちがマイナスが偏ってみたいな状態になって、こっち側に電子がすごい余ります。で、こっちは電子ねえぞみたいな状態を、まあ、無理くり電圧をかけて作り出すわけですね。で、P 型半導体は本来は、まあ、P 型半導体なので、さっき言ったみたいにここにはこういうダイオードがこっち向きにありますから、こっち側に電流が通るっていうのは元からできるわけです。だけれども、こっち側も逆向き、こっち向きにダイオードがあるもんだから、こういうふうに電流が今のところ流せないぞと。で、頑張ってここに電圧をかけました。そうすると何が起こるかっていうと、おっと、で何が起こるかっていうと、ここが、どんどん電子が注入されていって、
ここは L 型半導体として機能するようにだんだん反転してくるわけですね。ちょっとずつ反転していって、ちょっとずつ電流が流れていって、さっきみたいなスロープが現れます。さっきのみたいなスロープっていうのがこいつです。で、こいつをよく見ますと、これ150度のラインこれなんです。で、マイナス50度のラインこれなんですね。で、ここはいいぞと。ここをよく見ると、おっと、これか。こいつが150度のラインで、ここがマイナス50度のラインですから、逆か。こいつが150度のラインで、ストンだよ。これだから、マイナス50度がストンって落ちてるから、そうか。これがマイナス50度のラインで、これがなんか25度のラインで、これがなんか150度のラインなんですけど、つまりこうなんか温度が高くなっていくと、さっきみたいに、さっきみたいにっていうのはさっきのバンドギャップの図ですね。どんどん電圧が高くなってくると、もうどんどん温度が上がってくると、こいつが温度によってそもそもこの電子がどんどんエネルギーを受け取ってきますから、こっち側にどん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 行きやすくなるわけですね。開花運動によってどん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 温度が上がると、こうこの電動層へ電子が放出されやすくなって、こう温度が高くなると電子が通りやすくなります。で、問題はこいつがもっと VGS がもうどんどん高い側に傾いてるときがやばいところで、何かっていうと温度低い方が電気通るんですよ。温度高い方が全然電気通らないんですよ。ちょっと話ちげえじゃねえかと。半導体は温度が高い方が電池がこうエネルギーもらって上に行きやすいから、どん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 電気が通りやすくなるんじゃないのかという話になるわけですね。で、そんで飽和です。ここ側に、こっち側にどん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 こう電子を注入していって L 型半導体になりました。 なったのはいいんだけど、もう出払っちゃったわけですね。さっきのこの順位にいた電子が全員こっち側に行って、それでこう N 型半導体に変異しましたと。さっき P 型半導体なので、本当はここら辺にいるはずの電子なんですが、この辺にいるはずの電子がポンと全部こっち側に移っちゃいました。移っちゃったもんだから出払っちゃいました。もうないんだから、いくらで、つまりないっていうのはなんでないかっていうと、まあ温度が高いので、もうどん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 もう、で、あ、温度じゃねえ、こちらの電圧が高いので、もう全部上に行っちゃいましたっていうことですね。もう電圧が高くて上に行っちゃったもんだから、金属と同じ理由で散乱を切るわけです。それでおさらいすると、まあ、こういう金属と同じような理由で、なんだ、温度が、なんだ、こういうふうに、これは必ずしも成り立たないぞと。FET はこうなんか VGS が高いと、実はこうなんか金属みたいな、そういうしょうもない理由によって、こう温度が上がるとどん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 こう抵抗値が増えていく、そういうようなことが起きます。で、まあ、そういうような現象はバンドキャップで全部説明がつく話ですね。時間がないので超伝導の話はしません。それでは、はい、終わりにします。お疲れ様でした。若干押してますが、質疑があれば。そこに行けないです。何をしてもしていいか。特になし。はい、定例は過ぎましたね。はい、じゃあ、次は勝吉さんお願いします。